Yeah, we knew that it's going to be a tough game because we played with some momentum. But we needed this game to keep our fight to be playoff, so we played very well. And I think it was a good game and we played very well. But もちろんパンダのゲームからまだ予測してますので、その代わりに強い準備をして、この試合に挑んで、この結果を勝つことができたので、また明日プレーオフに向けて、勝利をつかみたいというふうに思います。こういうゲームでは万全な状態で打てることも少なかったと思います。試合を振り返ると、今日決めきっていったそのポイント、何だったでしょうか。Yeah, like this kind of game, we, like my position, have to take some risk. Maybe number wise was not the best number, but yeah, the important moments, we look at the important points. I think all the team played good tactics, so that was the reason. Maybe it's a good issue. My position is that I'm going to take a risk. I'm going to take a risk. I'm going to take a risk.Yeah, like tomorrow it was an amazing day, big audience. We expect everybody tomorrow again. And thank you so much all the fans that came here to support us. I would like to thank you for my family that's here. Big country police that came today to support me. So yeah, we hope that we can come tomorrow. Thank you so much. たくさんのお客様が今日会場にいただき本当にありがとうございました。まさかと家族であったりとか、ブラジル人のコミュニティの人々も、たくさん来てくれたみたいなので、また明日も、大きな応援を受けると嬉しく思います。ありがとうございました。村瀬選手、まずは今日の勝利、おめでとうございました。ありがとうございました。試合でした。この試合の中、キャプテンとしてチームにどんな声をかけ続けましたか。そうですね、プレーオフ進出に向けては負けられない戦いというのはもう自分たちも理解しましたので、もちろん難しい試合だったんですけど、これだけの大勢のお客さんが、流れが悪い時でも、後押ししてくれましたし、僕たちの本当に力になりました。その中、最後、プレーオフに1試合繋がったことというのは本当に全員でここまで取れたので本当に多いと思います。そしてこれからは今日も含め1試合1試合がもうファイナルシーズンでは直接対決が続いていきます。まずは明日の試合、小林選手、どんな気持ちでチームと臨みたいですか。はい、明日は大事な一戦ではあるんですけど、それと合わせて一緒にプロジェクトっていう、もうプレートリアーズの新しい景色に向かって、この大事な一日もありますので、そういった意味で、今日しっかりリカバリーをして、明日これ以上の試合もできるように準備しますので、明日も皆さん会場にお越しして、新しい、記録を作りましょう。明日の競技プロジェクトの話を終わりました。今日は7905人、上空から来ていただきました。この会場のグレートリアーズのファン、そして初めてバレーボールを見た方もいらっしゃると思います。そして話をご覧の皆さんに、小川キャプテンから最後に改めて一言をいただけますか。はい、僕たちは、バレーボールで夢を叶えるクラブとして